めちゃ綺麗じゃない、可愛い、なんか2人ともバランスだけはバッチリだね、バランスだけはやる、今から2限目の授業を始めます。お願いします。今日は多分書きぶり、ね、最初見た方がいろいろ筆使いも分かるようになると思うので、まずはじめに私が皆さんの前でお手本をお見せしたいと思います。イエーイ、イエーイ。ありがとうございます。次のさ、右払いなんですけど、どこからスタートするのが正解だと思う？ここからスタートすると思う人、はい、お、はい、はい、ノー、ちょい下、じゃあちょい下、ここがここだと思う、ちょっと下、ちょっと下、はい、ちょい下、はい、ちょい下、ここだと思う人いる？ノン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 、断じてる、いやでも交わってる、断じてノー、交わってるところに見えますよね、はい、これここから入ってもいいんだけど、おすすめね、私のおすすめは実はここなのよ、意外でしょ。なんでかっていうとね、これ後でいい例と悪い例も見せようと思うんだけど、遠くから始めることによってこの右払いが伸び伸び見えるのよ。そう。でこっから始めると、こっから出てくる線細くなりすぎてブランブランくっついてるみたいに見えちゃうの。わかる？意味わかる？だからこの遠くから始めるとすごいいい太さでここから現れてくれるから、堂々とした感じに見えるんだよね。筆が書きやすそうすぎる。そうでしょ、これいい筆なんだ。で次、ひらがなののなんですけど、ちょっとここで大ピンチなのが、夢っていう字背高いですよね、はいはい、のと夢同じ大きさで書こうと思ってこの調子でやっていったらどうなる？入らないよね。じゃあどうすればいいですか？夢はちょっと小さくする。その通り、のはちょっと小っちゃく入れましょう、はい、そして夢、こんな感じで書いていきましょう。はい、じゃあまたここでクイズです。将来の夢って書くときに、夢としたってどのくらい開けるのがいいと思う？え、センチ、いいね、センチ、なんか1センチとか2センチとか3センチとか5センチとか、平均して 2、3センチぐらいかな、まあ、指2本とかって思っておいたら一番分かりやすいと思う。みんなの指で2本分は開けましょう。じゃあ左右ってどのくらい開くのがいいと思う？右と左、センチかい、お、いいね、え、すごいいい線、みんないいわ。文字によって違うみたい。そう、文字によって違うっていうのが一番大正解、さすがです。ひらがなってちょっとちっちゃいからさ、ここ指3本分開くよね、うん、でも漢字って大きいから、場所によっては指1本分の時もあるし、指2本分の時もあるんだよ。なので漢字は指1本開けばですね、まあ OK、 ひらがなの時は指3本開けるように取り組んでいきましょうか。はい、先生が今手埋まってるから私が行こうかな。いや、いいじゃん、すごいバランスよく入りましたね。あ、どっちでも右と左の開け方も素晴らしいですね。1回目書いてもダメ、インクのインクっていうとこいいね、墨の厚すぎた、うん、まあ、バランスの悪さですね。これ見たか、これ見たか、ちょっと覚えてないね、ちょっと覚えてないね。ちゃんと見ればさ、良くなりそうだよね、はい、うん、これとかさ、払ったよね。同じ線4個書いてる感じ見えるわ、私。何これ、次2枚目で持ってない。ありがとうございます。じゃあ一本見てるか、ここなくなってるぞ。そうなんだ。2人ともバランスだけはバッチリだね。ありがとうございます。バランスだけはやるよ。みんななんか一番難しかった字ある？なんかこの字がとても難しかったです。No! 未来、将来のない夢。ない、夢だね。あの夢ね。じゃあ順番に解説しよう。まず中心から縦線一画目、どこから入りますか？真ん中はここだと思う人いないですね。端っこがどんどん真ん中、この辺だと思う人。もう大体みんな合ってますね。ここだから縦線入れますよね、はい、縦線の長さめちゃめちゃ大事ですよね。ここで字の大きさ決まってくるから、カタカナのうんみたいなのはじゃあどこに入れます？この縦線の真ん中だと思う人。 No、 ちょっと上で、 No、 No、 下だと思う人。 No、 No、 どこ？全部の真ん中あたりでいいですよね。まあ真ん中っていうか、私はちょっと上だと思ってます。ちょっと上だと思ってるけど、これ自体は下がるから、
真ん中ぐらいですね。でここのカタカナのツみたいな時に最初の点で難しくなかったですか？はい、難しい、まあ、よく太さ出てる人もいればゴマみたいなスイカの種みたいになってる人もいたよね。筆先の向きがとっても重要なんです。悪い例いきます。筆先こんな向きで置いてみるとちょっとどうかな、細くない？これなりがちなのよ。いい例いきます。筆先をこっちに向けるんじゃなくってこっちだよね。筆先向いてんの、さっきと全然違うの分かる？縦に向いてるのと横に向いてるの、これだけの違いなんだけど、筆先横に向けて置いた時ってどうかな、ふっくらするよね。すごくいい線になりますよね。筆先左に向けてスタートする、筆先左に向けてスタートする、これでしっかり太さのある充実感のある章が書けるのでやってみてください。この点もこうやって打ったらすごくバランス悪くなりますもんね、細いから。これも左に向けて打つとしっかり太さ出てくれるのでやってみてください。あとののポイントはね、まずここ丸くできてますか？まっすぐピシってなってるとちょっと硬くなっちゃうので、まず最初ここ丸くここまで運びます。次どこに行くかっていうのすごい大事です。ちょっと左、ちょっと右、こっち行く、こっち行く、左、ここまで来てちょっと左だよね。そしてこの時がポイントなのよ。筆先どっち向いてるかな？上、筆の先っぽだよ。下に向いてる。そう、下なんです。意外ですよね。そしてこのままこう回ってくると最後綺麗にまとまるんです。最後バサバサになるのってここでまずね力を抜いてないっていうのが原因なんですよ。ここでね力抜かないでこのままいっちゃったら筆どうなってるかな、今割れてる、割れてるよね。でこのまま無理に運ぼうとしたらどうなると思う？ほらまとまらないの。だからこことここで力抜いてみて、そしたら綺麗に最後シュッていくから。はい、じゃあそのポイント踏まえてもう一回やってみましょうか。はい、見てほしい人いる？はい、見てほしい。もう僕の誰が僕の、あこれすごいよ。いやどうもとしてるよね。ありがとうございます。字の大きさもさ、はい、本当にいいと思います。うまくできなかったところってある？しかもさ、これか、これか。ちょっと前で解説します。まずこの角度よく見てどうなってる？そう、ちょっとそっちで、次ここどこから出すかっていうのがものすごくポイントなんですよね。はい、悪い例いくよ。悪い例、増えすぎたね。そしたら背高くなってかっこ悪くなるから、上線の始まりより 5mm にしたから横線出してみる。横ってこれ飛び出てるよね。はい、こうやってスタートしてみてください。そしてここでしっかり押さえて、次どんな角度で入るのが正解だと思う？左に、ちょっと左にちょっと斜め。そうだよね、これと一緒だと思う人。もっと内側に入るってことだよね。はい、実はこの線とこの線、内側への入り具合全然違います。こっちがまっすぐっぽくて、こっちの方が角度がついてます。本当よ、よく見るとそうなってます。でここの部分も実はねポイントがあるんですよ。この中のちょんちょんの部分、悪い例いくよ。どういう風に悪いかっていうと、こういうの書道で何て言うか知ってる？線と線が交わる部分。わかりません。わからない。多分ね、初めて聞くと思うんだけど、線と線が重なってる部分のこと書道で切筆っていう。切筆。これが深すぎると息苦しくない？だけど、ここが切筆を浅くする。ちょっと触れるだけにしとく。そうするとどうかな、すっきりしない、はい、だから切筆は最初浅くして、でここの切筆どうかな、深いよね、ちゃんと刺さってるよね、横線に。この切筆浅く、切筆深くっていうのを試してみてください。はい、めちゃめちゃ良くなるはず。はい、はいはい、3枚目書くにあたってもうワンポイントだな。やばい。ライ、まずこのね点々、次に来る点々の高さがすごい重要で、あるあるなのは結構下の方からこの辺から打っちゃうっていうのがあるあるです。だけどお手本よく見てみて、意外に上じゃない？なんでそうなってるかっていうと、この点々ってこっちは横隔にくっつかない方がいいっていう、お米の米とかもそうだよ、点の打つ場所がかなりポイントになるので試してみてください。はい、はいはい、なんかさ全体的にバランスもいいし、特に悪いところっていうのはないのかないんだけど。
ど、強いて言うならさ、ここめっちゃ気をつけたらよくなるなっていうのは、最後ここ止めるときだよね。ここがさ、ブツってなると、なんかそのまま離した感じがするでしょ。もう少しこう、斜めに綺麗に収められたら美しくなると思いません？ね、その時のちょっとコツ前でお見せしますね。ちょっとしたことなんだけど、縦線の止め方とかって結構字に影響するんですよね。最後が綺麗だったらやっぱ美しく見えるし、こういうところの縦線の終わりとか、ここの終わりとか、綺麗に斜めに止まれるように練習してみてください。最後がポイント。最初は斜めに入れたはずなのに、進んでいくにつれてもしかすると真ん中に移動してくるかもしれないです。で、そうなった時にこのまま離してしまうとどうなるかな。普通って感じですよね。これだとちょっと汚いぞってなっちゃうので、斜めに入れてまっすぐ下ろす。またね、最初と同じように筆先の位置左に戻すといいです。この時どうするといいかっていうと、意識的に自分でコントロールしていく。こっちにちょっと筆先寄せてください。こんな感じで、そして斜めに向けて最初と同じ角度に戻してあげる。そして来た道戻る感じ。そうするようにするとここちゃんと斜めになるので、1、2、3、こんな感じで上に戻ってる感じわかる？それちょっと試してみましょう。今日さ、初めて書き初めの練習してみて、感想をちょっと皆さんから少し聞きたいんですけど、ありますか？あ、お願いします。はい、一番最初は本当にもう見てもダメなほどじゃなかったんですけど、加宝先生に教えてもらったら少しまあ綺麗になったので、良かったです。ありがとうございます。本当にだんだん良くなりましたもんね。はい、赤穂先生が指摘してくれた脳とか上手くなった時の、ね、また夢の中4のところがまだ生かしきれてないので、そこは次頑張ります。はい、ありがとうございます。やっぱり6年1組の皆さんめちゃくちゃセンスあると思いました。みんなバランス良かったもんね。ポイント解説した後はみんなそれを踏まえてちゃんとかけてたし、最高でした。また今日意識したことをこのまま続けて書き初め本番も頑張ってください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。私の書道学校、書道で人生を豊かに。